今日から俺は YouTuber、タイプ担当の桜井です。じゃあ今日は、平瀬さんの小倉さんがちょっと疑問になっている、前の手のジャブのボディを、下にの相手の腹へのジャブの、ちょっと今日は説明をしていきたいと思います。お願いします。お願いします。まず構えてもらって、僕がサウスポーで、前の手のジャブなんですけど、このジャブの場合、なんていうんですかね、やっぱり距離感がつかみにくい下の場合、やっぱり野村さんとかさっき見てると、こう、ジャブの時に、入って、この、こう、肘が曲がってて、伸びきってない場合が多いんです。やっぱ距離感がなかなか難しいんで、そうなってしまうと、やっぱ効かず、腹も効かへんし、逆に中途半端な距離になってしまうんで、こう、相手の後ろでの打ち落としだったりが結構もらってしまう可能性が高いんで、しっかりもうジャブはまず意識としてはしっかりジャブのボディ打つときはもう相手の懐に入り込む、中途半端にこの中間距離に立たずに、もうほんまにもうその時と場合によってはもう頭低いって取られてもいいぐらいの気持ちでしっかりドン入り込む、その時なんですけど、こう距離感を合わす方法なんですけど、僕が意識してるのはこうジャブ入ってここでジャブを打ってしまったら、やっぱりどうしても肘の相手が前に出てくる時やったり、あの後ろを下がってしまう時やったり、なかなかその力強い自分のベストのとこで打てないんで、もう逆にもうここら辺行くタイミングぐらいで僕はもう腕を軽く伸ばし気味にして、そのままドン、この伸びたまま突き刺すっていうのを意識しています。そうすると結構力強いパンチが打つんで、その時の注意しながらのポイントなんですけど、その腹のどこを狙うかっていうのって、正直もう試合でもう相手もガチガチになったら、正直じゃあ腹のどこを狙うってそんな考え絶対できないと思うんですよ。なんで僕の意識してるとこは相手の腹の位置というより、まあ、腹の位置なんて、まあ、大概ここら辺じゃないですか。というより、自分の拳をどこに当てるかっていうのを意識してます。だから、相手のじゃあ、溝落ちドンなんて、その相手もそら、僕を倒しに来てるんで、そんな実践使えるあれじゃないんで、意識はもうお腹で、自分の拳の、僕の意識してるとこは、人差し指と中指の、この拳にドン当てるっていうことを意識してやってます。そうやったら結構なかなか倒れることはないと思うんですけど、結構嫌がって、で下を見せてるうちにだんだん下にイメージが下がっていって、その後のガードが開いて下がった後のガードが下がった後の上のボラードやったりがやっぱ有効になってくるんで、ですよね。はい、この伸ばして打つっていうこと、はい、押すの、あ、そうですね。なんか、僕の感覚では、押すパンチですね。この、下手にこう、パーンって引いてしまうと、効かへんし、相手のタイミング取りやすいなってしまうんで、もう、下に踏み出す同時に、ドン押してやる気持ちで。で、体重は、前よりじゃなくて、僕の場合ちょっと、なんていうんですかね、こう、タイミング、横こういう感じで、ちょっと、この肩を、こう、ぐるっと回すぐらいの気持ちで、ドンっていう感じで、打ってみます。ぜひ参考にしてもらえたら。じゃあそれを実際に平さん、サインジム最強のボディを持つ野村さんにちょっと体験してもらいたいと思います。僕が受けるんですか？僕が受けるんですか？もうそこはお任せしますんで。打ち合いでいいんじゃないですかね。なるほど。ああいいっすね。ああいい、それです。ああ、拳当たってる。
なんか、そうそうそう。いつまで続く感じですか。いやいやいや、ありがとうございました。ありがとうございました。